女相撲とは、女の取り組みによる相撲を見せることを目的とする工業である。なお、この工業としての女相撲と、日本各地に残る民族内し神事としての女相撲との間に、直接の関係はない。女相撲日本史上は、有楽天皇13年に木工にして、牧場職人の稲部誠ねの言葉に対して、有楽天皇がうねめを呼び集めて服を脱いでふんどしに、 させ相撲を取らせたことが最初の記録になる。一般には、江戸中期の18世紀中頃から流行した。当初、女同士の取り組みで興行したが、美人が少なく飽きられたため、男の盲人との取り組みを初めて評判になった。大関、関分けなどのシステムは男の相撲に準じており、四股名には、バーガサと、色気取り、玉の腰、父が長。 原櫓などの鎮名が見られる。明治5年には男女の取り組み、女力士の裸体が禁止されたため、シャツや水着が使われることもあった。明治中期以降現れた複数の女相撲の一座には、全国工業を行う工業団もあったという。その後昭和30年代後半まで九州に女相撲の工業団が残っていたらしい。また、第二次世界大戦後に生まれた、 女子プロレスはこれら女相撲と同系統のものだという。江戸時代中期、江戸両国で女性力士と座頭相撲の座頭力士とを取り組ませたとされ、遠京二2年の流行期、遠京二2年落手流英役人評判な像には、一、曲がり口越前守るを見て、女の相撲じゃという。その心は両国では、褒めれど一員力がないとの記述がある。大阪でも、 明和六年に女相撲工業が始められ、世間株付き室に力技を習いし女郎も、同じ大阪南馬新地に女子の相撲工業の席に抱えられ、坂学という席取り、三十日百五十両にて、千銀取ればとあり、その人気が伺える。また、高校、娘袖日記明和七年版には、とても、かような儀は髪型でなければ、よろしゅうござりやせぬ。 お聞き及びの通り、近年女の相撲などさえできましたる花のととある。女性と盲人との相撲が江戸で評判となり、安永年間から完成年間にかけて女相撲に取材した公表し、国慶本が流行した。完成年間には羊と相撲を取らせる女相撲も行われた。しかし、安永の頃から女相撲の公職な悲劇が申し合わせて公行人。 世話人に金銭を与え、囚人監視の中で、男女力士に集大を演じさせることが再三あったため、自社奉行から相撲小屋の取り払いを命じられることになった。後、文政9年に至り、両国で女性と盲人との相撲が復活した。他方女同士の相撲の興行については、興行者にも寄とするものがあったものの、その後の禁止で復活を果たせず、結局会元年に至り、 名古屋上り女相撲の一団が大阪南波新地にて工業を復活させることになった。この時それまで女力士が島田、丸曲げ姿であったものを男曲げに改めた。この工業は大津江説に南波新地の溝の川力女の花比べ、数々の盛官の人気、鳥結びたる名古屋帯終わりの国から上り来てお目見え芸の人句説、出揃いしつつ、 表紙用、姿生めく手踊りに引き換え得て、緑草夫勢いの激しさと優しさは、裏と表の四十八手と歌われるほどの人気となり、カビな回しの締め込みと美声の人工節手踊りが、観客の心を捉え、幕末の工業界で異彩を放った。明治五年三月、男女相撲見物の再差し止めにより、消滅傾向にあったが、明治中頃工業界に復活した。 工業団一団は30人ほどで地方巡業にも出た。女性力士の多くは14、5歳から25歳くらいの女性で、全裸ではなく薄い肉襦袢を着込んで猿股を履いていた。これは、角技を競うというよりも、むしろ余興の舞踊、力技曲芸を主としており、演目は、お目見えかっぽれ、相撲人句、締め込み姿で派手なドテラを打ちかけてずらりと並び、 林し方に合わせて、力足を踏みしめ、イチャナな節という俗用を踊る舞踊、また玄太郎、土壌救い、その他流行の小田節、流行踊りのほか、腹の上での餅つき、七人娘曲芸などであった。映画テレビドラマ四国の風早町に家禄親方、率いる女相撲の一行がやってきた。海外巡業をしたこともある実力者揃いの一行だったが、 自説柄今回の工業をもって解散することになっていた。女相撲はやがて千秋楽を迎え、故郷のある力士たちは帰っていったが、街に残るものもあった。次の年の12月、日本は新珠湾攻撃を行い、アメリカと戦闘を開始した。平和な街にも戦争の足音が忍び寄ってくる。ありがとうございます。